お疲れ様でした。B 級1組順位戦、語れました。津田翔太新八段にですね、新八段にお話を伺えたらと思います。糸谷負け、糸谷勝ちじゃないんですか？負けです。表のボード、ハブ勝ちになった。あ、ハブ負けになってた気がした。さっき。そんなことあるんですか？ちょっとすいません。確認してええですか？もうてのどなたが確認してひどいね。おめでとうございます。ドッキリでしょうか？いえ、さすがにそんなに勇気のあるドッキリ。確認しに行っていいですか？もしあれでしたら待ちしてますんで。あ、すぐ戻ってきます。表のボード糸谷勝ちでした。いや、実は最後の勝ちだなって確信したあたりのところで、まあやっぱり指す前にちょっと息を整えて、ちょっと熱を冷ましてから戻ってくるんですけれど、その時にまあペットボトルとかも捨てに行くわけですよ。その時に通ったら、私は、まあ、おそらく勝つけど糸谷さんが、まあ、勝っているなという風なので、ああ今日はないだろうなと思っていまして、ひどいですね。いやでも感想戦、羽生九段が結構朗らかな声が聞こえてきたんですよね。まあ、その時私も苦しかったんで、でまあ羽生九段はまあ割とそのすごい大熱戦とかではなければ朗らかに感想戦されるのでわからないんですけれど、まあいろいろな様子を見て羽生さんが勝っていてもおかしくないかなと思っていて、でまあとにかく自分の方は苦しかったんで、とりあえずもう負けを受け入れつつ、まあ指していたんですけれど、でまあ最後なんだかんだ逆転したようで、まあようやく勝ちだなっていうところで、勢い入れに行ったら糸谷勝ちというボードが表示されていて、で今現在も表示されているんですけれども。だからまあそうですね、そのこともあるんですね。じゃあまず、本局から伺っていけたらと思います。はい、四季のウィック団との一局になりました。はい、全体としてなんといいますか、形勢判断の難しそうな将棋といいますか、ような印象がありました。序盤から入っていただいて、はい、まあ先手で、なんか自陣の駒組みも結構現代的というか、工夫の駒組みだったのかなと思うんですが、序盤いかがだったでしょうか？そうですね、屋敷九段はここしばらく雁木を追求されていまして、で本局のような駒組み、7四歩の駒組みが、想定していったうちの一つだったんですけれども、ちょっといろいろある中でちょっとごっちゃになってしまったのか、ちょっと序盤駒組みが良くなかったといいますか、想定してない駒組みになってしまったかなという気がしますね。雁木って結構駒組みの仕方がいろいろあるんですけれども、まあ、本局の3二銀型もしくは4三銀型とっとと組んでしまう指し方があるんですけれど、4三銀型の方は確か前節かどこかの横山、七段戦でかなり横山、七段がうまく指していたということもあって、どちらかというとこういう駒組みの方が、本命かなと思っていたんですけれども、ちょっとごっちゃになったといいますか、相手の動きを見てからやろうとしすぎたあまり、ちょっと相手の急戦策を誘発してしまいまして、ちょっとそこから想定していないというか、純粋に多分私の駒組みが間違ったんだと思うんですけれど、まあちょっと良くない将棋にしてしまったかなという気はしますね。角交換とかその後の飛車角交換とかの辺は形勢としてはどういうふうに戦闘見てたんですか？まあその直前の6七金右としまった、まあ、6八金もそうなんですけれど、やっぱりずっと自信が持てないところではありましたね。
で、芝って書く前に少し形勢も、まあ、評価値のことがあって、よしですも少し、乱高下したところだったんですかね。ああ、乱高下ってことは77人で終わってたってことですかね。まあいいや。うん、ちょっと形勢が揺れたところですね。なるほど、なるほど。一応77人はまあやられたらしょうがないと思ってて、はい、でまあ4六角の返し技でどうかっていうふうなつもりだったんですよね。で飛車角交換になったらやっぱり自信は全然持てなかったですね。という途中からやっぱり自分の指し方というのがすごいなんか微妙な手ばっかり指してる気がしまして、全然自分の手がいい手を指していないと言いますか。なので自信はなかったです。6一角攻めて感触とかはいかがだったですか。いや、指した直後に7六同銀だったと後悔しました。はい、いや、ああいう場面でパッと指すとよくないんですよね。終盤も加藤さんもかなり精密にやられてましたけど、まあ、飛車に飛車を合わせるみたいな変化がたくさんあって、あの辺りもかなり、難しかったんじゃないかと思うんですが、終盤、そういった難しい局面から、勝ちに結びついていった局面、どのように振り返られますでしょうか。そうですね、まあ、多分こういうその双方難しい将棋なので、軽視しやすい場面っていうのは出てくると思うんですね。本局の最後の4三銀という手で受けなしというのも、あれもなかなかない形でちょっと軽視しやすい、作りだったのかなと思います。まあ屋敷九段の側にいい攻め方と言いますか、まあ、いい指し方というのはいくつかあったかと思うんですけれども、やっぱり実戦の判断なのでそこを見落とさずに指し続けるというのはやっぱり双方難しいと思いますね。まあ、検討した感じでは、屋敷九段に手がおそらくあったんではないかということでしたが、ただやっぱり持ち時間とかこの対局の流れも踏まえますと、やっぱり実践的にはそこから全部正しくさせるといいますか、まあ、急所を全部指してくるというのはなかなか難しいのかなというふうに思いますね。まあ、こっちはもう負けたと思ってやってるんで、まあ仕方がないといいますか、どちらかというと切り合うように、できた時点で、まあこちらとしてはまあまあまずまずと言いますか、まあ、それなら勝負にできるなという手応えはありましたね。はい、あ、すいません、実際3三歩と打ったところくらいで、はい、まあちょっと手応えがひょっとしたら勝ちの目があるんじゃないかというふうには思いましたね。ただそこまでは全然自信は持ってないですし、まあ負けを受け入れて勝利をやっているとか楽しんでいるというか、完全勝利はできないんで負けを受け入れて勝利を指してました。でも先ほどの話で言うと、じゃあ最終盤も勝って上がりっていうのは意識っていうのはなかったという、局面が苦しかったですからね。なるほど。局面が良くて、しかも、まあ、対局が特待で行われていますから、そしてボードには表示されていませんでしたから長い間、はい、なのでそれは考えてなかったですね。いや、むしろちょっとこういうひどい展開で私は何をやっているんだろうというか、いやこれはダメだなと思いつつ、他力かと思いながら、そういう思いもありましたね。まあでもそのやっぱり勝つことは難しいので、まあ負けを受け入れて、負けの変化とかあらゆることを受け入れて、まあすぐには倒れずと言いたかったんですけど、倒れるじゃやっちゃったんですけれど、倒れず、まあ負けを受け入れて将棋をまあ楽しもうかなというところでしたね。
負けるというのも結構面白いもんですよ。で、佐賀が検事されまして、まあ、順位さんの関係で、まあ、最終戦を待たずに、A 級への、初の A 級昇級が決まりました。今、その結果を聞いて、感想といいますか、思いをお聞かせいただけたらと思います。そうですね、不思議だなと思います。なんで不思議だなと。いうのかというと、私 C 級2組からずっと、11年ですかね、今年で、在籍しているんですけれども、はい、私が昇級した時は、すべて、すべての期で1番残して昇級してます。なので、自力で最終局で、昇級するかしないかっていうのは、いや、違うか。で、1個だけちょっと勘違いしてるな。クボタ戦だけちょっと違うかもしれないです。結果的に1番余ってたですかね、B2 の時だけ。でも大体1番余して上がってると思います。ちょっと私錯覚してましたね。まあ大体1番余して上がってるんで、まあ、まあ今回もそういう可能性はあるのかなと思ってはいたんですけれど。まあ、ちょっとそういう1番余して上がるっていうのが、しかも8勝3敗で1番余すっていうのは、そう多くないと思いますので、しかも私前回7位ぐらいなんで、なので、まあそういう巡り合わせといいますか、一番増して上がるというのはあったのかなというふうには思いますね。あとやっぱり B 級1組はなんだかんだ感慨深いですね。何年いたんだろう ?5 期ですね。5期。これで6期目ですか?あ、5期ですか。5期か。5期なんですけれど、私、平均すると多分7勝5敗か8勝4敗の間ぐらいで、まあ7勝5敗に明らかによりなんですけれども、今まで5期在籍してきて、その期で落ちた人に、多分負けたことはなかったと思うんです。数えてみたんですけれど、まあ昔は2敗じゃない、2人落ちの時だった、今3名なんですけれど、その時に落ちられた先生には、全部の木で多分勝っていると思います。まあ、その翌期とかは別なんですけれど、基本的になので、そういう点で、取りこぼしという取りこぼしは多分相当少ない。とも言えるかなというふうには思いますし、あと私自身がその直接対決で、直接対決言い方変ですね、その相手の高級がかかった一番、もしくはまあ結果的に高級した一番もう3回、5回 B1 にいるのにもう3回もやってるんですよね。それも印象的です。やっぱり上がる方だけではなくて、やっぱり残留争いも、やっぱり自分がこのクラスにいるとやっぱり落ちることとか、まあ、そういう方々を見ていくことになりますから、やっぱりそういうところ感慨深いところはありますね。まあ名前を挙げるとあんまり良くないのかもしれないですけれど、まあ、関西、あ、私今関東です、関西の、まあ、偉大な先輩方という先生方を、まあ、B 級2組に、まあ、陥落じゃない、高級、させる、結果的にさせることになったりとか、まあ、まあ、そういう、一番一番が重いといいますか、まあ、そういうクラスで戦っているんだという。自覚、自負というのはあれですけれど、まあ、そういう思いはありましたね。ただやっぱり不思議なものだなと思います。前々期、藤井聡太現名人に勝ってですね、はい、ただ、順位差で、初級を逸したという期もありましたし、まあ、昨年はちょっと、まあ、失礼かもしれないですけど、まあ、悔しい、悔しいというか、ここですね。ね一生の。という記憶も残る BPH 組だったと思うんですが、そこを乗り越えて、
この動きを振り返れた部分と A 級に上がられる到達したという点はいかがでしょうか。そうですね、9勝3敗で上がれなかった時もあれば8勝3敗で一番余して上がる時もあるという、まあ、それも不思議なものだなと思いますね。まあそうですね、やっぱり今とその藤井七段、当時7段、当時4段かと指した時と多分持ち時間は違うんじゃないかなと思うんですけれど、やっぱりそういう制度とかシステムの変更とかもあったんで、まあ、その当時の9勝3敗の時と今とどっちがそのチェスクロックじゃなくてストップウォッチの6時間、で良いパフォーマンスできるかっていうのは分からないんですけれども、まあそうですね、まあやっぱり、まあどういう持ち時間であれど、まあ、しっかり粘り強く指して、まあ上に上がれるような将棋をさせたのかなというふうには思っておりまして、まあ A 級にまあ上がるとしましても、まあそうですね、まあやっぱり勝ちを目指すというのはなかなか難しいんですけれども、まあそうですね、まあ勝ちも負けも楽しんで、まあ負けも楽しんで、将棋をやっていきたいかなと思いました。余談になってデビューされてですね、11期をかけて、まあ、C 級2組から、11期をかけて、人生の最高クラスまで到達した、そのあたりの考えはいかがでしょうか。そうですね、まあ、正直言いますと、このクラスがやっぱり一番印象的ですね。まあ、なんて言うんでしょう、ある意味三段リーグをやっているようなもんですかね。まあ、プロの中での三段リーグがどこかって言われたら、ここのような気もしますね。その心は、もうちょっとどうだろうと。やっぱりその、なかなか勝たせてくれなかったり、やっぱり高級が絡んできますから、一番一番で。やっぱり他のクラスと一局一局の密度が、だいぶ違うのかなと。A は別なんですけれど、A は、まあ、A を3段リーグと例えるとおかしな話なんで、それはおかしいんで、まあ、あと A に上がると一人前というような風に将棋界、言われることもあると思うんですけれども、まあ、そういうことも踏まえまして、まあ、私はこの B 級1組というクラスを、まあ、プロの中での3段リーグと、捉えて見ていることもあります。すべてがすべてそうじゃないんですけれども、来期は A 級での人選9局になります。当然名人戦、これからです。名人挑戦者は誰かもまだ決まっていませんし、来年の、顔ぶれっていうのはまだ全然わからないですが、とてつもない9人と将棋を指すことは間違いないと思います。A 級でのもちろん名人挑戦を向け目指しての、来期 A 級人選になると思いますが、そこに向けて、まあ今まだ時期尚早な気はしますが、どのような戦いを見せたいね。まあ、先ほどの言葉もありましたが、改めて伺いたいと思います。そうですね。まあ、それこそ5年くらい前なら、もう勢いよく、もうどんどん行きますみたいなことを言ったんでしょうけれど、まあ、そうですね。まあ、今期といいますか、今年あたりの目標といいますか、モットーとしまして、将棋を楽しむのと、まあ、一局で完結させる。まあ、勝っても負けても、まあ、次に切り替えるじゃないんですけれど、引きずらないと言いますか。まあ、将棋を楽しんでやっていこうかなと思っておりまして、で、その中でやっぱり完全勝利というのは難しいものですから、まあ、完全に勝利しようとするのではなく、まあ、悪くなったとしても、まあ、負けという順を受け入れ、で、まあ、勝ちも負けも全てひっくるめて、まあ、受け入れるというような感じで勝利を楽しもうかなと思っておりますので、まあ、引き続きそういう、まあ、
ある意味新しい境地かもしれませんけれど、まあ、勝ちも負けも受け入れて、将棋を楽しんでいければなというふうに思っております。その新しい境地っていうのは、まあ、プライベートの面でちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、ご結婚もされて今年、そういったこう、まあまあ、将棋観というか、まあ、人生観というか、また単純に考えたらモチベーションが上がることなのかなと思うんですけれども、そのあたり、どんなふうにいい影響が出ているなって感じがあるんですか。まあやっぱり落ち着きましたよね。いやこればかりは本当に妻のおかげという他ないですね。真っ先に伝えたいのも妻ですね。今もおそらく今日中継をご覧になって、まあ、結果はすぐ分かるわけですが、わーいという感じがあったんじゃないかなと思うんですけどね。はい、そうですね。声を聞きたいもんですね。それは、落ち着いたっていうのは、生活環境的な面、ところもあるし、気持ち的な面もってところなんですか。今申し上げたのは対局に臨むか、方ですね。いや、もう、まあ、もちろん、新婚生活の方も、充実した日々を送っているわけですけれど、まあ、今申し上げたのは、対局の方ですね。やっぱり、取れる時間というのもちょっと限られたり、まあいろいろやっぱり一人じゃないという状態ですから、まあずっと将棋ばっかりしているわけにもいかず、まあかといっておろそかにするわけにもいかずという、まあ自然に将棋をやるということなんですけれども、まあ変な力みというのはちょっと減っているのかもしれないなとは思いますね。まあそういうもろもろ踏まえてというか、総合して言うと、まあ落ち着いて将棋ができているのかもしれないなというふうに、認識しています。すみません、お疲れをたくさん聞いてしまったんですが、いえ、もう一点、4月に、30歳になられます。旧棋士としては30歳として、船出といいますか、になるかと思います。充実期、棋士としての充実期に入っていくと思います。当然名人挑戦、目指し、またタイトル戦の舞台にもう一回戻っていく、タイトルを奪っていくといった、ことを目指していく30代になっていくと思います。そのあたり、年齢と、その永久のみならずこれから目指していくものっていうのを伺えたらと思います。そうですね。まあ、私ごとで恐縮なんですけれど、やっぱり、昨年の9月に結婚しまして、まあ、それで私生活の方からだいぶ変わっていましたから、まあひとまずはその、まあ、いい流れといいますか、まあ、そういう将棋ももちろんですけれど、まあ生活も含めまして、まあいい流れを作って、で、まあ、その流れで、まあ、勝負できたらなというふうには思っております。で、 A 級での戦いなんですけれども、正直言って今あまり考えていないですね。というのも、いやもちろんその B1 にいる時から、まあ、来期名人に挑戦するつもりでやるみたいな、そういう心構えはもちろん結構素晴らしいことなんですけれど、まあ、ちょっと今期に関してはそういうつもりで将棋を指しておらず、まあ先ほども何回も言ってるんですけれど、まあ勝ちも負けも受け入れてやるということなので、なのであんまりガツガツいきますみたいなそういう感じじゃないんですけれども、まあしっかり、ゆっくり戦っていければなと思います。お疲れのところありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに今朝、はい、マリカ先生からは激励の言葉じゃないですけど、
の先生はとてもピュアな先生なので頑張ってねとか目に浮かぶようなところがありますけれどもまあまあ静かにやっぱり 気が張ってるのは多分見えないでしょうからまあ朝起きれるかどうかの方があるこの世界ゼロ回戦負けという言葉が存在しますし私においては初手反則という例もありますからまあその辺とちらないように静かに、はい、出させていただきました。長く、伺ってしまいました。どうもありがとうございました。最終戦も、素晴らしい上位を楽しみにしております。また来季も、基準戦、それで感染気がつく、上位になります、よろしくお願いいたします。応援していただいた皆様ありがとうございました。これ重要な人いるけどさ、銀上がらなくていいよ多分。こうで。でも上がらないと。いやダメなんですよ。上がらないとダメなんです。ダメなの。むしろ上がらない。降ってくれると別にこんなことしないんで、あの普通にこういう感じで。あ別にこっちもこうやったらいいんじゃない。まあまあそれこういう将棋ってどうですか。まあこっちに上がれるの結構嬉しいんですよ。ああはいはいはい。まあそれも一局ですよね。確かに。そうちょうどよく。ということは、マーツを出して、脱ボンをしないで。いいですかね。すいません、なんか、人情みたいになってきたから。申し訳ない。